小鳥会議、現代演劇レトロスペクティブ、紙を書き上げると友達が来た、はい、11月15日の木曜日から、18日の日曜日まで、で、紙を書き上げるの方が全部で5回と友達が来たを3回とやらせていただきます。場所はアイホールでやらせていただきます。料金はですね、一般の方が2700円、23歳以下の方が2000円、当日が、3000円で、2作品共通で見ていただける場合は4500円になっているんですけれども、これはですね、事前にこう生産しなくちゃいけない予約が必要なものになりまして、限定50セットになっております。で、もう小鳥会議の取り扱い分はちょっと終了してまして、残りがあとアイホールさんの方にお問い合わせいただくというふうになります。はい、山本さんがその実際に作演出をやるきっかけになったのが、この鈴井敏郎さんという方の作品に役者として出演したところが、元になっておりまして、で、その作品、その鈴江敏郎さんがお書きになられたこの紙を書き上げて友達が来たというのに、元理会議の劇団員がちょっと挑戦するというところなんですけれども、山本さんがこうどういうふうなことを考えながら今まで台本を書いてきたのかとか演出してきたのかとか、そういったところもちょっと私たちも感じたりしながら、小鳥会議のルーツっていうとちょっとあれですけど、そういったものも感じながら作品を作ってます。